こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、2022年のショートパンツ、コスパ最強はこれに決定というテーマで、皆さんに動画をお届けしたいと思います。 今日ですね、撮影日なんですが、気温30度を超えていまして、今ジャケット着てるんですが、めちゃくちゃ暑いんですね。こういう時期になると、やっぱり半袖短パンが最強に涼しくていいかなと思うんですが、まあ、短パンもですね、結構選ぶのが難しくて、いろんなものがあるんですが、そもそものアイテム自体がめちゃくちゃカジュアルなので、その中でいかに大人っぽく見せるのかってすごく重要だと思うんですね。まあ、その点、今回ご紹介 する 短パン、ショートパンツはですね、かなり大人の男性には使いやすいと思うので、まあ、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。もったいぶらずにお伝えしてしまいますと、今回はですね、いつも僕の動画の中でご紹介することが多いユニクロではなくて、あえての無印良品のこちらのパンツなんですね。まあ、早速ちょっとご紹介したいと思います。今回はあまりに気に入ってしまったので、2本購入してしまいましたが、こちらのショートパンツですね、 え、色はチャコールグレーと、こちらはオリーブかなこの2色を購入しました。商品名と価格をお伝えしますね。はい、こちらはですね、ショートパンツ、インドメン、アライザーのポプリンというですね、名前が付いています。まあ、これはですね、ユニクロのショートパンツもすごくいいんですが、 まあかなり仕上がりが良かったんですね。まあ値段も1990円ということで税込み価格、めちゃくちゃ値段もお手頃ですよね。まあその点もいいんですが、まあ、商品名にもある通りポップリンという素材を使っていまして、コットン100%なんですが、表面の質感がすごく滑らかで、ちょっと光沢感があるんですね。 ここに上品さを感じるのと肌触りがすごくいいんですよ。まあ、洗いずらしということで、シワがあるかというとそんなことはなくて、ちゃんとこうピシッとした感じはあるんですけども、柔らかくて、なおかつ光沢感もあるというところで、ポプリンの良さが存分に現れたような、非常にバランスの良い,いボトムスになっているんですね。まあ、後ほどまた実際に履いてみたいなと思うんですが、ま、いろいろと良い点はあります。まずはですね、腰ですね。腰の部分が360度ゴムになっているんですね。でですので着立 がめちゃくちゃ楽というところこのイージー仕様というところはまあ、最近のボトムスでは非常に多いんですがショートパンツでもこういった仕様だとすごくいいと思いますね素材感は上品なんだけども履き心地はめちゃくちゃいいというところまずここは一つポイントですねそしてこの 紐ですね。紐でウエストの調整ができるんですね。僕が選んだのは164センチの53キロとちょっと小柄なので S サイズを選びました。ただウエストちょっとこれだと緩いんですよね。でもこういったドローコードが付いていますので、しっかりとですね、長さの調整、ウエストをギュッと締めることができるので、そのあたりもすごく便利かなと思いますね。ただ、ここで一点だけデメリットというか、ここが気になるなという点が一つあるんですが、皆さんもね、お気づきだと思うんですが、この 紐の色ですね。これがね、個人的にはあんまり好きじゃないです。もちろんですね、こちらのボトムス、T シャツとかをタックインして着るような類ではないと思うんですよ。というのも、360度ゴムが入っているので、タックインしてしまうと、このゴムの部分が見えてしまうので、あんまりかっこよくないんですね。ですので、この上に着るもの、後ほど合わせていきたいなと思うんですが、 t シャツだとか、オープンカラーシャツだとか、そのあたりが多くなってくると思うんですが、まああくまでシャツだとか、t シャツがこの上に乗っかるような形になるので、ゴム部分は見えないので、それはそれでいいかなと思うんですね。この紐も見えなくなるから、いいっちゃいいんだけども、ちょっとこのオフホワイトというか、ちょっと気なりがかったホワイトですね。この紐がね、あんまりスタイリッシュじゃないのが、ちょっと一点だけ残念だったなと思うんですよね。ちなみに、ふらりと見た女性もの、 エディースの同じパンツは、このボトムスの本体と同じ色になっていて、そっちの方が正直良かったなと思うんですね。まあそこだけ惜しいんですが、まあ見えなくなってしまうので、まあ、個人的な、もう自分だけしか見えない部分なんですけど、そこが気になるかなというぐらいで、あとは完璧なんですね。竹の長さだとか、あとは裾のこの太さだとか、そういったバランスも含めて完璧なんですね。 あとは色合いですね。もちろんこう、カラー展開が豊富なので、ブラックだとかネイビー、このあたりは鉄板です。もう間違いのない選択肢で、僕もいっぱい持ってるので今回買わなかったんですが、まだショートパンツ持ってない方だったら、ブラックオアネイビー、どちらかがいいかなと思うんですが、2本目以降だったら僕はですね、この、 オリーブがすごくいいなと思ったんですね。この色味が良くて、ユニクロにもショートパンツありますが、もうちょっと明るいんですね。個人的にはこれぐらい深さのあるオリーブの方が合わせがしやすいかなと思いますし、まあ大人っぽさも出せるかなと思うんですね。 あとはこのダークグレーの色味もすごくいいんですね。オーガニックコットンを使ったポプリンの素材ということで表面に光沢感もあって、なおかつですね、ブラックよりは重たくないというところで、このね、ダークグレーもなかなかいい仕上がりだったので、今回はこの2本を買いました。じゃあこちらをですね、どのように合わせればいいのか、そして実際に履いてみたら丈の長さだとか太さはどうなのか、このあたりも含めてちょっと着用しながらこの後皆さんに解説をしてみたいなと思っています。こちらのチャンネルではメンツァッションの 今日ですね皆さんになるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで実際に履いてみましたどうでしょうかなかなかいいです1990年には全く思えないようなかなり完成度の高い一歩になっているかなと思いますねちょっと一周回ってみましょうかはい後ろから見た感じですねちょっとこう裾の部分にもゆとりがありますよね 横から見るとこんな感じです。長さもちょうど良くて、膝の中心から3センチから4センチぐらい短いぐらいで、決して短すぎず長すぎないという絶妙なバランスなんですね。まあこれぐらいが大人っぽく見えるし、根気的だと思うんですね。まあここ数年はですね、結構短めの短パンが流行っていて、結構ノースペースのバーサタイルだとか、そのあたりはかなり短いんですよ。それはそれでスポーティーでかっこいいんですけども、ちょっとですね、太ももが見えすぎてしまう とあんまり女性からの評判が良くなかったりだとか僕自身も気恥ずかしいのでランニングだとかアウトドアの時にはいいんですが待ち着としてはちょっと短すぎるかなと思うのでまこれぐらいの丈の長さがあるとかなり安心感があるかなと思いますねで素材感もですねかなり薄いんですよグラミーはショートパンツとかでも通常版のコットンって結構厚みがあるものが多かったりしてまそういったものもいいんですがこれぐらいこう薄手でサクッと履けるっていうのも個人的には好きですね まあ夏にには軽快に履けるのので、こあただ、先ほどもお伝えした通り、このウエスト部分ですね。ここだけはちょっとどうにもならないかなと思いますね。で、この紐がですね、外で結ぶようなタイプになってるんですね。ですので、内側にしまい込むのもなかなかしまいづらいんですよ。これが内側でこう締めるようなタイプのものもあったりするんですが、そういったものがまだ隠せるのでいいんですが、 そこがね、どうもこう隠しづらいというところ。しかも紐の色がですね、いまいちスタイリッシュじゃないってところだけが。 デメリットですね。でも先ほどもお伝えした通り、結局は夏のスタイルって T シャツにしろ、こういったオープンカラーシャツにしろ、上に被せてしまうので、まあ全然見えないので、それはそれで問題ないのかなとは思っています。で、このオリーブの色合いもすごくいいんですが、深すぎず明るすぎないというところで、大人にも上品にハマってくるかなと思うんですね。その色味もいいし、こういったオリーブ系のいいところって、ボトムスオリーブにした時に上半身ですね、このシャツがブラックだとかネイビーのよう なを使うことがでできるんですねこの点がすごくいいなと思ってまして、まあ、僕はブラックのショートパンツが一押しなんですがただですね上半身にブラックを持ってくると結構重たくなってしまうんですねですので黒とかネイビー系のトップスを持ってくる場合にはこういったオリーブ系あとこれからご紹介するダークグレーはすごくハマりがいいと思うんですね今はですねユニークロと これはセオリーのコラボレーションのオープンクラーシャツですね。このブラックは光沢感すごく良くて、個人的にもすごく気に入っているんですが、こちらをオリーブのショートパンツを合わせましたが、すごくバランスがいいかなと思います。まあ、こんな形で、オリーブという色自体はちょっとカジュアルさがあるんですけど、トップスでバランスをとってあげるとすごくいいかなと思います。で、足元は今回はサンダルで軽快に合わせたんですが、こちらもスウェード素材を使ったもの、色はブラックなので、一定の綺麗さも漂わせてあげた方がバランスがいい かなと思いますねこれ結構買って気に入ったものなんですが今期のビルケンシュトックとエディフィスのコラボレーションまあ、別注品ですねこのサンダルがすごく良かったので今回は合わせてみましたこのようなスタイリングって結構簡単にしやすいかなと思うのでぜひ皆さんですねオリーブのパンツの魅力とともにこのコーディネートもですね一つ参考にしていただければなと思っています はい、続いて2本目ですね。ダークグレーの方を履いてみました。これまた色めちゃくちゃいいですね。非常に品がありますね。さっきのオリーブというのは少しカジュアルな色合いなんですが、まあ、ダークグレーというと、こう、大人っぽくて上品な色合いなんですね。まあ、最近は結構このダークグレーの色って、ユニクロユーとか、あとプラチェとかでも多かったかなと思うんですが、まあ、都会的でシャープな印象もあるので、僕は大好きな色の一つなんですね。この色味、すごくですね、色自体もいいですし、こう 光沢感もあるのでまあ、とても1990円には見えないような非常に完成度が高い雰囲気だと思いますねちょっと一周回ってみますが こんな形で、まあ、より大人っぽく見せたいのであれば、オリーブよりもこちらのダークグレーの方がいいかなと思いますし、休日のリラックス感を出したいのであれば、オリーブもすごくいいかなと思うので、このあたりは2本買っても4000円を切るので、まあ、本当にコストパフォーマンスが高いかなと思います。僕自身もこれで十分かなと思うぐらい満足してるので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、今回のコーディネートなんですが、先ほどは半袖のオープンカラーシャツを合わせましたが、今回はですね、ちょっとこの ダークグレーの大人っぽさに雰囲気を合わせながら上にはですね、リネンシャツを合わせています。 え、今ですね、このようなバンドカラー状になっていまして、第1ボタン、第2ボタンぐらい開けて、ちょっとカジュアルな雰囲気で着てあげるのもいいと思います。腕もね、ちょっとこのように、長袖なんだけども、腕まくりをしながら着るという、大人っぽいスタイルと、このグレーのパンツが、すごく相性がいいなと思ったので、ぜひ試してみてください。このような、やっぱりリネンシャツって、夏には使いやすいんですね。短パンの持つカジュアルさを、リネンシャツが持つ綺麗さで、バランスを取るというところ、ここはですね、結構大人の男性には似合いやすいです 安いと思うんですねこのリネンシャツ今期ユニバーサルランゲージで買ったものなんですがなかなか良くてこれは大人の男性にはかなり使い勝手がいいかなと思うのでぜひチェックをしていただきたいなと思いますまあ、足元は先ほどと同じですねレザー系のサンダルは今期のトレンドでもありますのでまあ、こういったものでもいいしあとはですねグルカサンダルとかでもいいと思いますね近くにないので持ってきますねはいちょっとグルカサンダル履き替えていましたどうでしょうかかなりこのスタイルもですね ハマりがいいんじゃないかなと思いますね。色数自体はかなり絞ってありまして、ネイビーとオリーブ、ホワイト、ブラックという形で、大人っぽい色合いでまとめてあげて、ちょっとトレンド感のあるようなバンドカラーのシャツ、そして、あとはグルカサンダーですね。こういったところで少し今っぽさを加えてあげるのもバランスがいいかなと思うので、このようなスタイルぜひ試していただければなと思います。そして最後に、すごく重要な点なんですが、ショートパンツを履くなら、 その前に必ずすね毛の処理は皆さんしていただいた方がいいかなと思います。僕も結構毛深いんですよ。これ昔から結構コンプレックスだったんですが、まあ全身脱毛とかしてないので、夏の時期だけですね、すね毛は必ず剃るわけじゃないんですけども、ヒゲの長さをですね、整えるために、トリマーみたいなものを持ってるんですね。0.5ミリ単位で長さが変えられるような、 トリマーを持っているので、そちらの一番短い0.5ミ、mm、リ設定で、すね毛の長さを整えているんですね。まあ、そんなような形で、ツルツルもこれまたちょっと僕は不自然だと思っているので、ちょっと長さを残しながら、スッキリとさせてあげると、短パンも似合いやすいかなと思います。結構ね、短パンが似合っている方でも、すね毛ボーボーだと、やっぱりこう、清潔感みたいなものが漂わないので、短パンを大人が履くのであれば、そういった清潔感を意識しながら、すね毛の処理も含めて、セットで考え てていいいいいたただだけけるとととかなな思思うのでぜひそのでそりもチェックしていただければなと思っていますはい、ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、まあ、今年のですね、様々な短パンを見た中で、最もコストパフォーマンスがいいと思うですね、無印良品のこちらのショートパンツを皆さんにご紹介させていただきました。価格は1990円で、 質感もすごくいいし、履き心地もかなりいいです。これはですね、買わない手はないかなと思うので、ぜひですね、これからの季節、休日にめちゃくちゃ活躍してくれると思うので、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、無印良品って正直ですね、デザインがベーシックで価格帯も安いので、ユニクロと結構ですね、バッティングすることが少なくないんですね。 例えば、ショートパンツに関してもシンプルで使いやすいもの、ユニクロにもたくさんありますよね。で、両者が戦った時に、やっぱり専門分野のユニクロが強いということ、少なくないんですよ。ですので、地味にいいものが多いんですが、なかなか紹介する機会が多くないのが、無重使用品というブランドなんですが、やはりですね、素材感、質感、そしてベーシックで使いやすさというところは、 やはり圧倒的な強みがあると思ってまして、今回のようなユニクロを量がするようなものも時々出てくるので、これからもですね、無重視用品のアイテムは皆さんにガンガンにレビューをしていきたいなと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。こちらのチャンネルではですね、これからもメンツファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、 もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています週に1回のペースで 生配信なんかもやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また最近ですね、オンラインサロンをスタートしました。そちらではですね、なかなか動画を見てる時間がないよなっていう方がですね、写真とか文章をベースにおすすめのアイテムですとか、あとはコーディネートの解説なんかを行っていますので、気になる方は合わせて概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。